どうも、雨上がり決死隊の宮迫です。ちょっと響くな。ちょっと静かな場所なので、急遽と言いますか、どうしてもお願いをしたいところがありまして、はあ、その場所に来てるんですけども、はい、一旦見てください、こちらです。じゃじゃん、ジョイサウンド、ジョイサウンド株式会社エクシンズさんですね。私はミュージシャンデビュー一応宣言したじゃないですか、はい、デビュー曲が、まあ、雨上がり、はい、まあ、今はもう100万回再生も、はい、超えまして、一応だいぶ好評を博した曲になってるんです。でまた歌詞がね、もちろん僕の 1年ぐらいの現状とか、作ってくれたのが DJ 社長ですから、社長たちの現状とかいろんなことを鑑みて歌詞を書いてくれたと思うんです、はい、それってなんかすごく今のコロナの状態で大変な思いしている人たちのなんか勇気を与えれる歌詞だと思うんです、あの歌詞って。なるほどなるほど、うん、だからカラオケとかでね、雨上がり歌って頑張ってほしいんです皆さんに、はい、ね、なのに、はい、ないんすよカラオケにないんすよ。そうなんですよね。そんな残念なことないでしょ。なんでないんだろうって聞きたいのもあるし、何よりも入れていただきたいカラオケに、はい、ということで、はい、ジョイサンドさんにね、それをちょっとゴリゴリのアッパなしで着てみました現場まで来たらなんか本気度伝わるかなと思って。同じ時期ですから、もうほとんどもう在宅ですから、なので今現状おられてる一番権限のある人をなんとかね、はい、巻き込んでね、入れてもらいましょうカラオケに。行きましょう、行きましょうってどうすんの。行きましょう擦れてない地面にタッチし、御用の部署をお呼び出しください、はい、あた、宣伝候補地、おー、すっかかった。どうしたの、これ、取った方がいいね。あ、これ、あ、ごめんなさい、あ、あ、来てきてる嘘嘘間違った、あ、ちょっとアポなしできていたずら電話ってどういうことですか、本当に。いや、あ、すいません、ちょっと間違い電話って言いますか、今今入り口のところに来てるんですけども、エクシングさんにちょっとお願いしたいことがございまして、はい、待ちます、全然待ちます、はい、お願いします。声で俺って分かってくれた。あ、すごい、俺有名人やな声で分かってくれるって嬉しくない。それはね、あんだけニュース出たら有名になりますし。おい、ゴルレちょっと来ました、ちょっとまだ映していいか。はい、確かに、はい、あ、すいません、おぉ、あ、映してもいいですか。いいですか。あ、YouTube なんですけど。いいですか。はい。どうぞ。すいません突然。あ、いえいえ。ちょっとどうしてもお願いしたいことがございまして、はい、ちょっとね、いや、もうそうディスタンスです。そう、ソーシャルディスタンスを。なかなかな相当なディスタンス。相当なディスタンス。もうちょっと近づく。これぐらいですか。困惑の距離でもあると思います。すいません、申し訳ございません。本当に急なんですけども、ちょっとお願いをしたいことがありまして、今のこの世の中のためになんとか入れていただきたいなみたいな話なんです下手くそもしよろしければですけど、呼べる範囲でいいです。今このオフィスにいてる一番権限のある偉い方に、元テレビによく出ていた有名人で、ちょっと宮迫というのがちょっとお願いがあるということをお伝えいただいて、もし来ていただけたら、ちょっともう本当にもうちょっとやな、どうもちょっともうちょっともうほんの5分かな、5分ぐらいでも、あ、わかりました、はい、ちょっと探して出てまいりますので、はい、少々お待ちいただけますか、はい、ちょっとこちらのお部屋にいいですか。応接の間使わせてくれるんですか応接の間、今空いてるんで、応接の間、応接の室、すいません、すいません、ありがとうございます、申し訳ない、すいません、どうぞ中でお待ちください。こんな家いいんですか、こんな家すいません、なんか突然です。お声をちょっと拾わなあかんから、これをお貸してもらって。はい、ちょっと緊張するな。緊張しますよね。戦略部長とかなんかくんじゃん。あ、めっちゃ肩幅あるよどうも、宣伝戦略部長の何々ですアルバイトもしてるさんね。やっぱストレスがパッとこう
経験されるよ。はい、どうぞ。はい、あ、どうぞどうぞ。あ、すいま、あ、すいません。はじめまして。あ、あの、お子さんが来られてあの、一番偉い方。はい、弊社で、あの、今ここのいるオフィスで一番偉い弊社の社長も。社長、社長いたんですか。すいません、社長。社長、あの、社長だって、だって在宅で今、ね、ほとんどオフィスない中、たまたまですか。はい、たまたまいらっしゃる。あ、そうそう、はい。まさかの社長。いえ、まさかの宮里さん。すいません、あの、本当に。いや、まさかの宮里さんですよね。いや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 、あの、私からしたら、頑張っていただいて、今日は。いや、すいません、ありがとうございます。すいません、本当に突然なんですけども、あの、本当突然ですよ。はい、本当に突然です。申し訳ございません。あの、どうしてもあの、お願いしたいことがありまして、あの、伺わせていただいたんですけど、はい、私あの、まあ、いろいろご存知かどうか分かりませんけども、ちょっとこの1年前ぐらいにいろいろありまして、芸人という肩書きは残ってるんですけども、あの、今ちょっとミュージシャンの活動を、それでも曲出したんです。ほう。まあまあ雨上がり消したいという、あの、お見目から撮らせていただいて、雨上がりという曲を、あの、レペゼン地球の DJ 社長がその詩を書いてくれて、それを曲にして DV も撮りまして、自分のチャンネルで配信させていただきまして、あの、ありがたいことに、あの、100万回再生を超えるほど好評をいただいたんです。で、あの、なんとなく匂ってきましたね。お察しが、やっぱり社長になるぐらい、お察しが早い、お察しが早いんです。歌詞がね、すごくいい曲で、すごく聴いていただいてるんですけど、まあまあ、とカラオケが好きで、あの、ちょくちょくあのスナックやなんや、はい、もちろんあのカラオケボックスいろいろ等々生かしてもらったりはするんですので、もちろんジョイサウンドさんも、もう昔からも、あの、すごく利用させていただいてまして、で、ちょっとあの、歌いたいなと、はい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 、やっぱり自分の曲、やっぱ歌いたいなって感じになりまして、調べたんです、ないんですよ。何がしかのミスかなと。もしかするとこの店の、この店のこの機械は相当型番が古いんじゃないのみたいなことをね、店の人に言うとも、いや、そんなことはない、最新だと。なぜさ、100万回以上再生されている素晴らしい曲、なぜ入っていないのかという疑問がふと浮かびまして、でも、あれですね、はい、編成チームの感度が鈍いですかね。いやいや、そんなことは大したことない。僕みたいな存在が歌ってる曲、大したことはないんですけども、できればあの、入れていただきたい、混ぜていただきたいなっていうふうには思ってます。はい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 、なるほど、はい、まずですね、はいはい、毎月毎月、はい、1000曲くらい新しくこう、はいはい、追加をしてます、はい、それをどうやってセレクトするかって申しますと、はい、まあ、もちろんね、いろんなあのレコード会社の、から、いただいたりとか、はい、我々から伺って、はい、まあ、いろいろアンテナを張って、はい、やっぱこれは来るでしょうか、必ずヒットするでしょう、はい、なのはもう配信日にカラオケでも入曲できるようにっていうふうに、まあ、今言ったように米津玄師さんとか、そう、ヒゲダンとかですよね、はい、で、1000曲って言ってもね、あれなんですよ、はい、選ぶというよりはもうどっちかっていうと、落とさざるを得ないぐらい、やっぱり毎月毎月いろんな曲がやっぱりこう、世の中からはリリースされますので、落ちましたか。まあ、落ちたか、ふるいかかってないか、どっちかです。そのかかってない方です。かかってない方、はい、失礼いたしました。まだ判断されてないです。かかってない方です。いっぱいコメント欄にあったんですよ、歌ってみたいと。いっぱいありましたね。そのファンの方々の要望に何とか応えたい、なるほど、何とかみんな一緒に歌いたいと。どんな曲。そうですよね、あの、ここであの、私あの1年ほど前にいろいろありまして、あの、どん底、あの、人生のどん底の状態から、なんとかあの
その YouTube という場所で救われまして、なんとか今もう一度這い上がって頑張っていく、また諦めずに頑張っていってる状態と、そのレペゼン地球がね、はいはい、コロナ禍でコンサートが全部ダメになってしまって、そうなんですよ、ものすごい借金を抱えてしまったんですね。でその中でも現状とかを多分 DJ 社長はそういう思いも込めて歌詞を書いてくれたんですよね、ですから今このコロナ禍でいろんな企業とかもいろんな人たちが大変な、もうほぼ全員が大変な中、いやもうカラオケ業界すごいですよ。そうですよね、はい、なんでそんないろんな大変な思いをしている人たちが歌って、元気尽くし、聴いてる人は元気つけれるっていう歌詞なんですよ。ちょっと本当ですか。ちょっとたまたまですけどコピーしていきますので、ちょっとすみません、たまたまちょっと歌詞をコピーしていきます。ちょっと一旦この歌詞をちょっと見ていただいて、すみません。はい。おー、雨上がり、風が闇晴れ渡り、たくると信じて、食いしばり、立ち上がり、歩き出し、ここだけだね。さあ、その未来、いいですか。もう、そうでしょ。もうすぐでしょ。本当この我々の業界が今まさにこう、はい、でも諦めずにカラオケのやっぱり火を消しちゃいけないと、社長業界一丸となって今頑張ろうとしてるところで、社長前半でハマってますやんそうでしょ、これずっとそういうもう前向きに頑張ろうっていう歌なんですよ、はい、この雨は止むのだろうか、今の現状ですね、はい、この雲もいつもそうですね、この風は去るのだろうか、誰も答えを知らない、今は分からないです、冷たい雨の人が心に続けてしまい、濡れた体でも心が灯火が消えなくて、灯火が消えなくて、うん、いいですね、いいでしょう、雨上がり風が雨晴れ渡り、行く日がまた来ると信じて、はい、食いしばり立ち上がり歩き出し、ここで諦めないさ、さあ質問に、社長これもうで、ね、ではもうそうですね、 50% ぐらい入れてもいいかなって気にはまだ50ですハードルの高いでも歌詞的にすごくないですか。すごいです、すごいです。コロナでね、今カラオケ業界も大変だと思いますけど、はい、でも人がね歌うことをやめるなんてことはないんですよ、うん、やっぱ歌ってすごいですから、いやすごい、すごいです。毎日いろいろやる中でストレスはたまるんですけど、たまに行くカラオケで思いっきり歌ってほんでまた頑張れるっていうね、絶対に必要なもう本当にいうことですね。そうなんです。いやこれは逆にあれですよね、はいはいはい、13度に入れさせていただいて、はいはいはい、宮作さんがこの雨上がり入ったから、はい、みんなでカラオケもっともっと行って楽しんでくれよって言っていただければ、それで今の本当にね、お客様が一人でも多く、はい、このカラオケ業界に戻りに来ていただけるんであれば、はい、逆に喜んでぜひお手伝いさせていただきたいなっていうふうに、今思います。思いましたね、はい、行っちゃった、行っちゃいましたね社長、はい、いいですか社長。いやもう本当業界元気にさせてください、カロリー業界、助けてください。あ、話が早い、ありがとうございます。いやでもっていう歌詞ですよね。そうなんです、思いました。そうなんです、もちろんカラオケみんなでわーって歌うのもいいですけど、今一人カラオケめちゃめちゃ流行っていましたからね、はいはい、だからソーシャル関係なく一人で来れますから、そう考えるとね、一人でバンバン行っていただければ、大変失礼なんですけどね、俳優さんだし、はい、まあ、芸人さんでいらっしゃいますし、レペゼン地球さんってお聞きしたので、はい、ちょっとこういう歌じゃないかなというふうにはちょっと思ったんで、あ、レペゼン地球知ってました、はい、すごくジョイサウンドで歌われてるんですよ、攻撃的な歌詞が攻撃的な、はい、はいはいはい、多いですよね、はい、だから、はい、レペゼン社長にが曲を書いてくれるってなった時に、そんな感じの曲が来るんだろうと、はい、構えてたらむちゃくちゃいいのが来たんです。そんな感じの曲を、はい、入れてとおっしゃってんだろうと思ってたら、あ、そうですよね、はい、むちゃくちゃいい曲ですね。テイストが全く違う、びっくりしたもんね。100万人に PR していただければと、もちろんもうすでになってます。ジョイサウンドさんは器が大きくていらっしゃるありがとうございます、本当にこちらこそ、逆に本当こちらこそ、なかなか急に来てね、やっぱり 社長のねこの柔軟性がこのジョイサウンドさんのこの今に至る飛躍につながってるんでしょうね、おそらくね。どうしましょう、ついでにね、ジョイサウンドさんが入ってる
カラオケの場所に僕宮たこって店やってるんですけど、たこ焼き宮たこなんかね入れてみたりとかね。たこ焼きを、ああの宮たこっていうデリバリー、デリバリーというか、まあ、はい、メニューに入れてしまっても直営でありますもんね、上司さん。あります、そうですね、はい、僕はありかなとは思うんですよね。例えばこれはもう例えばの話です、はいはいはい、まずはやっぱ曲を入れてくださいって。そりゃそうですよ、はい、いや例えばですけど、例えばですそう、冗談でいいんですよ、はい、どうだ直営店にあの宮田湖店のたこ焼きうまいらしいんだ、あのそれ入れちゃえばみたいなこと、まあ一旦フラッシュアイデアで言っていただいて、万が一、はいはい、ね、何人かがいいですねってなった場合、連絡いただけるとちょっとフラッシュアイデアですか、あくまでたまたまですから、社長と偶然会えるなんてなかなか。一応書いといて、ね、冗談で言ってみるか、冗談で言ってみてください。それ込めてもう一度宣伝できますか。僕このチャンネルでつながった こことここはつながっていただいたりとか、いろんな流れができてきてるんで、今どの業界も大変ですけども、その手と手を取り合って、はい、いいですね、自分のとこだけがどうこうっていうことでは多分解消できない状況が続いてますので、何がしか本当にもうそれで使っていただけるチャンネルとしていろいろ考えてますので、はい、今後ともよろしくお願いします。いつ入れ、あ、もうそれはもうできる限りもう巻きだ巻きだ、ね、素晴らしいミュージックビデオもね、あ、そうなんですよ、ミュージックビデオも撮ってますので、はい、できましたらそのビデオごとボーンとも、もう社長の一言でも鶴の一言で言っちゃおう、両方行っちゃおう、ついでにたこ焼きもどうだってお願いします。わかりました、すいません調子に乗っております。申し訳ございません。映像付きで、あ、いいですか、うわ、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、これは素晴らしい回になりました、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。でも本当に、まあ、諦めない気持ちというのは本当に詰まってますので、いい歌を本当ありがとうございます。ご紹介いただいて、はい、ぜひも入れていただけるみたいなので、皆さん歌ってください。なるはやでと皆さんよろしくお願いします、ね、お願いします。カラオケの本当に行きましょう、ジョイさんも最高です、ぜひ来てください。それを支えして頑張っていきましょう。いや本当にありがとうございました。というわけで皆さん、チャンネル登録の上に高評価よろしくお願いします。そしてジョイサウンドよろしくお願いします。これほんまに案件ちゃうからね。案件やってよう言われるんですよ、そうですね、なんか勘違いされるんですけど、マジで突然来て、はい、対応していただけますね。ただジョイサウンドさんの心の広さです。案件ではございません。皆さんカラオケ行きましょう。ということで本当にありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。